人ともご苦労様。朗読会とっても評判良かったわよ。レポートはできてるみたいね。いえ。先生、私たちこのレポートは出しません。レポートを出さない？何言ってるの？先輩と話したんです。このレポートは出さないって。うん、写真もバッチリだし、これで通るかわからないけど、活動報告はなんとかまとまりそうだな。あ、リリさん？あ、はい、そうですね。あの先輩、私思ったんですけど。そうだよな、俺も同じことを思ったかも。あ、活動報告これでいいんでしょうか？そうだよな、だってこれじゃ嘘じゃないですか？嘘じゃないと思うが、本当のことは隠してるよな。私の大好きなコスプレって本当に隠さなきゃいけないようなものなんでしょうか？俺はそうは思わない。俺はでもな、私たち小学生のみんなに対してなんか自然にっていうか普通にコスプレしてましたよね。ああ、あの時はなんとかしなきゃってそれだけで、正直リリサがすんなり引き受けるとは思わなかったが、単純に楽しんでもらえると思ったんです。だってコスプレって言ったら絶対見ちゃうじゃないですか。本当は誰の目にも魅力的なものなはずなんです。本当は隠す必要なんてないと思うんです。先輩が好きでいいって言ってくれたから。少しだけ勇気を出してみます。わかった。理由はわかったわ。じゃああなたたち部室はどうするの？このままだと部として認められないのよ。先生はピンとこないかもしれませんが、来週大きなコスプレのイベントがあって。イベント？5月下旬。ああ、横須賀コスストか。ピンときてるな、これ。て、まさかあなたたち！私たち、正々堂々とコスプレイベントに出て、それを活動報告にします。よし、やるぞ！覚悟はいい？見せつけましょう！行くよ！はい、ポーズ！楽しみましょう！目を離すんじゃないよ。一気に決めるよ。決まり！それ！はい、ポーズ！頑張るよ！行きますよ。見せてあげる。きらめく魔法見せてあげる。うわ、なんちゃって。
ちゃって素晴らしすぎます。よし、バッチリ。素晴らしすぎます。何言ってるの、そんなの認められるわけないでしょう。どうしてですか。あなたたちはコスプレが世の中でどう思われてるかまだ分かってないのよ。あなた、そんなこといつまでやってるの。結婚相手のご両親に何て言うの。次女じゃ。歪んだ承認欲求を。痛いところは隠してレポートが通ればそれでいいじゃない。なんでわざわざ。それで物質だけ手に入っても大事なものを捨ててしまう気がするんです。誇りの問題ってこと。そんな。新刊ください。全部セットください。すごい、午前中で完売しそうだな。もっとすればよかった。今回のロムは最高だったな。あとちょっとで18金ってぐらいエロくできたし。就職響かない。これ、それはそのうち考えよう。マユラ、次の冬コミはどうする。出るに決まってるだろう。1年がかりで作った衣装があるんだ。最高傑作だよ。本当に楽しみ。内定出たって。うん、ついにマユリも先生か。だから私さ、もうその前に新しい衣装のお披露目だね。え、学生最後の冬込みだもんね。あ、うん、そうだね。真剣にやってれば認めてもらえると思ったら大間違いよ。世の中の目っていうのはそんなに甘くないの。じゃあ先生はコスプレをどう思うんですか。私は私も恥ずかしくて人に言えないことだと思ってました。今も大声で言って回れることだとは思ってません。でも私のことを話すならこう言います。漫画が好きです。アニメが好きです。リリエルが好きです。エッチな衣装が好きです。私はコスプレイヤーです。おい、エリ、子供が来てるぞ。え、やばい、止めなきゃ。ねえ、君、中学生。え、ここソフトコアだから高校生になったらまたおいで。あの子、コスプレ好きなのかな。いつかまた来てくれるかな。そうだな。でもまた来てくれたら嬉しいよな。先生、俺たち漫画研究部はコスプレをやってるんです。それで認めてもらいたいんです。え、若いからそんなことが言えるのかしら。違うわよね。どうして私、恥ずかしくて人に言えないことに人生かけてたんだろう。私のことを話すならこう言います。でも生きてくんだから仕方ないだろう。漫画が好きです。アニメが好きです。キレるわけないだろう。私もう先生なんだから。私はコスプレイヤーです。よーし、やるぞー。さあ、行くよ。準備はできてるよ。はい、ポーズ。はい、目を離すんじゃないよ。頑張るよ。
気に決めるよ。次の魔法はこれだ。目を離すんじゃないよ。いくよ。楽しみましょう。どうよ。足りますよ。いきますよ。とっておき見せちゃおうかな。きらめく魔法見せてあげる。うわっ、なんちゃって。素晴らしすぎます。コンコン、バカしちゃうよ。素晴らしすぎます。よし、こっちで。素晴らしすぎます。頑張ろうかな。ありますよ。いきますよ。ミカリに任せて。頑張るよ。すごすぎます。どうよ。わー、はい。わー、目を離すんじゃないよ。でもまた私は来てくれたら嬉しいよな。あなたの味方に決まってるじゃない。先生。でもあなたたち分かってるの？前回漫画研究会が部に昇格できたのはきちんとした大会で結果を残したからよ。イベントに行ってきましたピースなんて記念出場じゃ誰も認めてくれないわよ。ハンコを押して校長に渡すのは私なの。言ってる意味わかる？あ、しょうがないわね。わかりやすく言うぞ。え、やるなら一番だ。会場で一番目立ってこなきゃ認めんぞ。わかったな。はい。
それとあと今日発売のドスプリの海様グッズ全部3個ずつください。ああかしこまりました。よかった、まだ残ってたんだ、ラッキー。不人気キャラだから青だけめっちゃ余ってるんだよな。カイ様、私がランキング上位にしてあげるからね。課金、課金。うわ、痛いオタクだ。恥ずかしくないのかしら。でも顔は可愛い。お姉ちゃん可愛いのに漫画の男の子が好きなの？すいません。さ、お姉ちゃん三次元の男に興味ないの。ほう、横須賀コススとでござるか。もちろん我々も行くでござるよ。はあ、なんか安心。しかし今回は厳しい戦いになるでござるよ。え？コスプレ四天王が一人、なごみ殿が企業ブースで参戦表明したでござる。なごみ。しかも先週むちゃくちゃバズったばかりのタイムリーなキャラで、予告ツイートは10万リツイート超え。一般会場はお通夜になる可能性が高いでござる。心してかかられよ。やるよ。行くよ。準備はできてるよ。はい、ポーズ。楽しみましょう。目を離すんじゃないよ。頑張るよ。畳みかけましょう。ミカリに任せて。見せちゃおうかな。よし、バッチリ。みんな、おはよう。おはようございます。衣装の進みはどう？小物は絶対こないだ指定したとこ使ってね。今日は新作ゲームの反則案件だから。ああ、メイクしながらでいいですか？すごい荷物ですね。ドスプリ夏グッズ今日発売だから朝一でメーター寄ってきてさ。大丈夫ですよ、会は来週行っても全然残ってますって。てめえ戦争だろ。てか様つけよ。恋したのは二次元の人。その日から三次元の男には興味がない。だから私は彼に釣り合うように二次元で最強の美少女になるの。いいですよ、なごみちゃん。あ、その表情最高です。ここみたいだな。ですね。はあ、結構遠かったな。
前回よりかなりでかい会場だな。企業ブースも出てますからね。なんか先輩の方が緊張してません？ああ、今日は気合い入れて活動報告になるような写真を撮るからな。大会じゃないからショーとかはないけど、盛り上がってるところを写真に収められればきっと結果として受け取ってくれるはずだ。前回のイベントではリリサが囲まれる様子を撮れなかったから、今日もあれくらい目指せば。こんな広い会場であれをですか？大丈夫かな？先輩、またあれ言ってもらえませんか？私のリリエルが、その…大丈夫だ！リリサのリリエルが世界一可愛い！はい！お熱いところ失礼しますぞ。マギノさん、やっほー。あ、オギノもいますぞ。やはりこちらは人が少ないでござるな。会場ここで合ってますよね？もう隣の B 棟の企業ブース前には結構な行列ができてるんでござるよ。今日はみんな、なごみ殿目当てでござる。それもそのはず、予告されたのは1週間前に激しくバズったばかりの新作ゲームのキャラのコスプレ。これも企業から依頼を受け、プロの衣装制作チームがいるプロレイヤーだからできる離れ技でござる。今日は間違いなく、なごみ殿の日。会場の様子も想像より厳しいでござる。覚悟なされよ。人の来ないイベントとは悲惨なもの。二度と味わうものではないでござるよ。じゃあ、私たちは着替えてくるよ。合点昇進！さあ、我々は会場の下見でござる。はい。お、ほら、あれがなごみちゃんだよ。やるよ。いきますよ。待ってたよ。いくよ。はい、ポーズ。目を離すんじゃないよ。この調子で。準備はできてるよ。いくよ。頑張るよ。どうよ。それ。声出していくよ、リリエルちゃん。完璧なポーズで。目を離すんじゃないよ。
楽しい。いいですよね。素晴らしすぎます。ガンガンバカしちゃうよ。素晴らしすぎます。きらめく魔法見せてあげる。うわっ、なんちゃって。素晴らしすぎます。つぎ込んだと思ってんのよ。それよりカイのカード余ったんで交換してあげますよ。余ったって言うな。あと様つけろ。ありがとう。はあ、たくさんいますね。いや、なごみは真ん中の一人だよ。企業がチームでバックアップしてるんだよ。なごみはプロのコスプレイヤーだからね。コスプレのプロ、すごい。あなたリリエル？え？やっぱり以前うちのカメラマンに写真見せてもらったから。ああどうも。ネットにはあげてないですよ。全然気づかなかった。三次元を隠せてないわよ。もっとコスプレメイク頑張らなきゃ。そうなんだ、頑張ろう。今日もリリエル？なごみさんは何のキャラを？さあ、え？ごめん、今日誰だっけ？イコだ。新作ゲームの案件です。キャラを知らずにコスプレするんですか？うん、これから世に出るキャラなんだから知るわけないじゃない。それに毎日違う衣装を渡されるんだし、知らなくてもできなきゃダメよ。私プロだから。プロ？まあ言いたいことはわかるわ。キャラに愛のないコスプレなんてクソ。有名になるためだけにコスプレを使うなんて許せない。商売女、プロなんてタレントがコスプレさせられてるだけ。まあネットで見る悪口としてはありふれたやつよ。見飽きちゃったわ。決してそんなことを思ったわけでは。叩かれないために毎回きちんとキャラ愛がある風を装う子も多いけど、私はそんな必要ないと思ってる。だって私は誰よりもコスプレとコスプレイヤーを愛してるから。着替えてる間だけは私の大好きな二次元とつながっていられる。私はずっとコスプレしていたいの。だから仕事にした。それに自己満足じゃ嫌なの。最高の衣装を揃えて世界中のフラッシュを浴びる。誰もが認める一番の二次元美少女じゃなきゃ。カイ様に合わせる顔がないじゃない。そのためなら愛のないキャラでも。そうよね。えだって考えてみて。あなたはリリエルが好きでコスプレはその手段なんでしょ。は、私はコスプレが好きでコスプレが目的でコスプレが手段なの。ねえ、どっちがコスプレを愛してる？取ってくださいね。ありますよ。行きますよ。行くぞ。目を離すんじゃないよ。どうです？おお、
これはどう？どうです？おお。どうです？おお。かもなく不可もなく。いい選択だ。それ。すごすぎます。目を離すんじゃないよ。すごすぎます。噛みついちゃうぞ。どうだ。私、昼は販売ブースに引っ込むから、ビギナーが会場に出るなら、午後からがおすすめよ。ごめんね、気にしないで。あの子、コスプレのことになると引っ込みがつかなくて。リリエルちゃん、イエーイ！思ったより早く会えたな。迷惑だったか？違うのよ、さっきね。すげえじゃん！なごみに喧嘩売ったのか！喧嘩というか、なんだか怒らせてしまったみたいで。あれじゃ喧嘩売ってるようにしか見えないよ。その、なんせすごいレイヤーさんなので、純粋にもっと話を聞いてみたかったんですが、どうやって知らないキャラさえ演じ切るとか。こういう子か、不器用だね。ま、落ち込む気持ちはわかるけどよ。そうそう、こっから先はうかうかしてらんないよ。コスストの更衣室は地獄だからな。ぼーっとしてると荷物置く隙もないぞ。さ、元気出してやりましょう。はい。大丈夫かな。イズちゃん、急いで急いで、荷物入れ忘れないでよ。うん、急げ急げ。ここは組んで詰めていいですよ。ありがとうございます。企業ブース開く前に場所取らなきゃ。待って。さて奥村殿、本日の作戦を説明するでござる。作戦とかあるんですね。当然でござる。会場の地図を見なさい。我々一般参加者が入れるのはこちらの A 棟と屋外スペースのみ。それに対して現在客のほとんどが企業ブースのある B 棟に向かっているでござる。となると我々が一番恐れているのは、なごみ殿目当ての客がそのまま帰ってしまうパターン。そこで企業ブースと一番近い出入り口をつなぐこの通路脇、我々はここに陣取るでござる。ここなら穴場でコスプレイヤーも少なく目立つ上、通行人の人数はダントツ。ここで客の足を止められれば必ず人は集まるでござるよ。なるほど。最悪、おそらくなごみ殿はどこかで販売ブースに戻るでござるから、その時間帯にかける手もあるでござるが、会場から客自体がいなくなってしまう可能性も高い。それにこの世界でトップを目指すと決めた以上、四天王との直接対決は避けて通れないでござる。行くでござるよ奥村殿。はい、二人で頑張るぞ、リリサ。ねえ、どっちがコスプレを愛してる？コスプレストリーム55、まもなく会場の時間となります。